はい、こんばんは。キャンプ系 YouTuber の福です。今日はですね、キャンプに必要な道具にウェイトを置く優先順位みたいのをね、考えてみたいと思います。これ全く初めてやる人からすると、キャンプに必要な道具って多すぎてわけわかんなくなるんじゃないかなと思って、だからって簡潔に優先順位を教えてくれって言われると、私もね、多すぎてわけわかんないんだけど、それでも重要なものから上げていくとすると、あくまで私が思うになりますけど、私だったらどんなものから選んでいくっていうのをね、考えながら喋ってみたいと思います。はい、そういうわけで今回はね、がっつりキャンプ用品を揃えてキャンプに行くっていうのを目指すなら、どんな優先順位で選んでいこうかっていう内容にしますけど、これアウトドアをお試しで体験したいっていう場合はちょっと違ってきますんでね、とりあえず外に行ってでメスティンとか使ってご飯でも炊いて外飯を楽しんでみるとかですね、そういうお試しの部分から始めたいときはその方がいいかなと思うんですけど、とりあえずやってみたい内容の道具から買うってことね。そうではなく、がっつりキャンプしますと一式全部揃えていきたいっていう人だったら、私だったらどうするかっていうのを考えますけども、どんな道具もね、定番になってるものっていうのは必要性高いんですけど、その中でもね、カテゴリーごとに分けるかな。まず最初は何と言っても住環境でしょうね。テントとマットとシュラフ、この3つから選びますかね。今1から私が揃えていくとすれば、これキャンプ用品選ぶときね、多分全部短い期間に選んでいくと途中から疲れてくるような気がするんですよね。多すぎて迷いすぎて。だから元気があるうちに、こう意欲がね、テンションが上がってるうちに、まずは外で生活するわけですから、雨や風から守ってくれる快適な住居っていうのをね、最初に選ぶかな。これは高いものじゃなくて全然いいと思うんですけど、ただ情報はしっかり取っていろんなものを比べていただいて、まあ、私だったら一人で寝泊まりする前提だったら、ワークマンのベーシックドームテントを買っちゃいますね。もしくはバンドックのソロ用のツーリングテント、あの辺だと、まあ、最小限必要なね、スペースがありつつ雨風がしっかりしのげる、まあ、安心感のある性能はしてるので、なおかつここ重要なんだけど、安いからね。最初にね、テンションが上がってる状態でテントに予算を大量投入すると後がきつくなるパターンがあると思うから、まずはね、テントはお手頃なとこで選びたいとこですよね。ただここでキャンプをやりたいなって思ってかっこいいテントのイメージとか思ってる人は、もうそういうの選んだ方がより楽しくなるし、例えば群幕とかティピーテントとか、ああいうの見ていいなって思ったら、ぜひそういう形のものから入った方がいいと思うんですね。ただ特にこだわりなくて安全に寝泊まりできればいいというなら、やっぱり機能とコストパフォーマンス優先して選んじゃいますね。そんでついでにマットと寝袋も一緒に探しますが、まあ、マットあとは冬じゃなければ蛇腹式の簡単なものが個人的には好きですね。まあ、安くて簡単で快適性はほどほどといったとこだけど、まあ、このマット選ぶかな。でシュラフ、シュラフはね、羽毛か河川かで悩むところですよね。寒がりな人でかつコンパクト性にこだわりたい人だったら、最初からダウンシュラフいってちゃってもいいんじゃないかな。予算に余裕があればモンベルやナンガあたりを買っとけばね、満足できるものが手に入ると思うし、中国メーカーのイージスマックスも品質はね、値段の割にはいいと思う。あとは価格控えめでダウンの製品選ぶなら、スームルームかワークマンになってくるでしょうね。ワークマンはフュージョンダウンシュラフが結構良かったんだけど、綿の構成が変わってからはね、っていうところで、一段上のエクストリームダウンシュラフをおすすめしたいところだけど、そうするとね、価格がちょびっと上がるので、これまた難しいところなんですよね。スームルームのダウンシュラフも良かったけど、昔よりはちょっと高くなってますね。どちらにしてもダウンシュラフでちゃんとあったかいものを使えるものを選ぼうとすると、激安品はさすがにないので、まあ、スームルームやワークマンあたりが低価格帯になってきますね。対応している季節によってモデルが違いますけど、
まあ、安いものでも8000円から1万円くらいは見ないといけないかな。だからキャンプを始めるのが暖かい季節だったら、むしろそこまでこだわらずに安い封筒型のシュラフで全然いいと思うんですよね。だってそんなに寒くない季節なわけだから、夏だったらダイソーの封筒型シュラフでも普通に寝られるわけですよ。だからこの辺は使う季節によってはメリハリつけて選んでいいと思いますけど、これでひとまず住環境が整ったとすると、次選ぶのは私だったらランタンかな。明かりがねしっかり満足できるものじゃないと、思ったより暗すぎたりすると怖いかもしれないし、あと明かりの色温度っていうのもね、思ってた雰囲気となんか違うなってなっても残念だから、明かりを選びたいところですね。今はいい時代だから LED のランタンっていうのがすごい進化して、ゴールゼロっていう小さな LED ランタンが明るくて高機能で人気ですけども、それに類似したようなものも多いのでね、選びやすくなってますよね。個人的には小さな LED ランタンにもう一つ火を灯すタイプのオイルランタンなんか組み合わせるのが雰囲気が良くなっておすすめですね。さあここまででね、住居と明かりが用意されて、まだまだ予算に余裕があるよっていう人だったら、次は椅子とテーブル行きたいところですね。ただここでお金を使いすぎると残りのものがねクオリティがだいぶ下がってしまうので、椅子とテーブルってねめちゃめちゃ値段の幅が大きいと思ってるんですよ。値段の幅で言ったらテントが一番なのかもしれないけど、でも椅子とテーブルもねこだわれば何万円でも上げれるし、でも今の時代低価格でも快適な椅子とかテーブルっていうのも出てるので、ごく最近買ったコメリのローチェアなんかもね、あれ座り心地良かったですよ。だから予算に合わせて選びたいところだけど、まだ焚き火台とかクッカーとかね薪割り道具とかいろいろ残ってるから、あまりこのテーブルチェアでねお金使いすぎないように自分に合ったものを選びたいところですね。ただ安いばかりでなく、椅子なんて快適性をだいぶ左右するからね、本当なら座ってみたりして自分に合ってるものを探した方がいいんじゃないかとは思います。テーブルは椅子の高さと差がありすぎると使いづらくなるので、椅子を選ぶ段階で一緒にね使いやすそうなテーブルを探すってのがいいんじゃないかな。さあここまで選んだところで、あとは焚き火台とかねクッ調理器具なんかに行きたいですが、やっぱり焚き火はキャンプの大きな楽しみの一つになると思うので、これもいろいろなものを見比べて、値段ももちろんそうなんだけど形とかね、あと収納サイズとか様々なので気に入ったものを探してほしいところですね。あとその焚き火台に合った広さの焚き火シートもお忘れなく、その付属品たちが必要になってくるわけです。まあ、薪バサミとかノコギリとか、あと薪が割れるようなねナタとか斧とかナイフとかなんかそういうのがあるといいですよね。この辺意外とお金かかるんですよね。薪バサミとか、あと調理器具カトラリー、ちっちゃなナイフとかね、この辺は100円ショップ活用すると意外と安く済んだりはします。そしてクッカーと燃焼器具かな。この辺が最後になったのは、まあ後で何とでもなるからですね。最悪自分の家にあるようなね鍋とか持ってってもいいし、包丁とか、まだ予算が残ってたらキャンプ用でね気に入ったものを探したらいいし、燃焼器具も家にカセットコンロとかあればねそれが使えないこともないし、今時ポケットストーブとか固形燃料だったら数百円からでも揃いますからね。だからこの辺のものは考えてみると最後の方に私だったら選ぶことになるかな。他にもねいろんな必要なものあるんだろうけど、ざっくりしたものを言うとこんな順番になるんだけど、ただ最後にね大事なことを考えておきたくて、キャンプ用品ねこうやって選んでいくと基本的には数が多くて重くなります。この状態になると車に積んだり下ろしたり、また家でねしまったり、いろんな面で面倒になってきますから、この段階になると今度はね物を減らしたくなるんですね。もしくは小さいものを使いたくなる。まあ、もちろんこれは人によるんだけど、私の場合はそうなので、だからできれば最初から選ぶ段階で本当に必要なものなのか、もしくは必要だとしても本当にこの大きさのものでいいのかとかもねちょっと考えることができると、だいぶ道具選びが的を絞って買うことができるんじゃないかなと思ったりしました。それでは今日はここまでになります。おやすみなさい。